トロロッソ STR7 は、スクーデリアトロロッソが2012年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。前年のマシン STR6 のオリジナルコンセプトとして注目された、ダブルフロアを発展させている。サイドポンツーンは、STR6 よりもさらにコンパクトになり、フロアパネルとの間の空間面積が広くなった。この隙間を通過した気流が、 リアエンドに流れ込み、ディフューザーの空力効果を増加させる。また、空力的な理由からシャシーを短くし、ギアボックスを延長している。排気管は気流の邪魔にならない位置として、サイドポンツーンの後端、リアサスペンションのアッパーアームの付け根部分に配置されている。ノーズには V 字断面のシャシーから、扁平なノーズコーンにつながる段差がある。 クラッシュテストを通過するための暫定的なデザインであり、新しいノーズを投入する予定もある。インダクションポッドは円筒状で穴の面積が小さいのが特徴。ポッドの下側にも別の吸気口が開いている。カラーリングはリアウィング周辺に前年からスポンサーになったセップサの赤色が目立つ。レギュラードライバーは2名とも交代となった。 セバスチャン・ブエミとハイメア・アルグエル・スワリに変えて、前年デビューしたダニエル・リチャルドと新人のジャン・エリック、ベルニュという経験の浅いコンビになった。いずれもレッドブルの支援を受け、似たようなキャリアを経て F1 に進出している。開幕2戦続けて入賞したが、それ以後は第11戦までノーポイントが続いた。アドバイザーのヘルムートマルコは、ドライバーの経験不足ではなく、エンジニアたちが、 エキゾーストの開発で間違った方向に進んでしまったと説明した。サマーブレイク後のベルギー GP でダブル入賞し、後半戦は20ポイントを獲得した。ありがとうございます。